プリズマティックゲイザーの近くの方に来ました。純也です。アメリカは大きな車が多いです。お、なんかまたいいタイミングで晴れたね。確かに。いや、行けてるわ。明日はヘビーストーンだよ。いや、もしかしたら今日の夜だけしかヘビーストーンじゃないかもしれない。ツンドラ。いや、今日の夜が、ね、日中は。ああ。雪マークどこまであるのか。朝で終わるのか。ヘビーストームか。アメリカでストームを体験できるなんてなかなか貴重な機会じゃないですか。なかなかないよね。うん。日産 V8 の何でしょう。でかい車。ね、何が？ああ。アメリカのばあちゃんはあんなんですよ。大体。逃げれてるね。いやーすごい。もくもくしてる。すごい。暖かそう。俺のスマホ蒸気にやたら弱いからな。蒸気っていうか水に。だからバグっちゃうかもしんない。まだ買ってそんな経ってないのにな。スマホ運がないわ。じゃあじゃあ流れてる余裕がね。あ、ほんまや。あんなとこまで侵入してる人おるやん。あれ侵入してどこ怒られるやつちゃうか。ほらキープアウトのところ。でもちょうどいい温度になってて気持ちいいんじゃん。これあんだけ温泉が流入してねえで、それでも冷たいかな。デンジャラスグラウンド入れるようにしてくれたらいいのに。すごい。あ、なんか書いてあんのそこ。また写真あるよ。結構ある。時間どのくらいかかってる。ハーフマイルや。ほら、何このホタルの墓に出てきそうなやつ。薄い地殻であることが多い。この地点に遊歩道や小道を作ること、またはペットわーの切れ目がおかしいやろねえ、さきちゃん。わーの切れ目がおかしい。ペットを連れてくることは法律違反であり極めて危険です。また同温泉地帯に物を投げ入れ標本を集め形成物蒸気が。なんやこれ、急に急に蒸気が。なんやこれ。おお、ストームやな、まさに。黙々食っちゃうよこれ。温泉の滝、温泉
泉の滝が流れております。いやすごいね。階段みたいな滝になっとるね。なかなか暑そうやな。ここまで熱気が伝わってくる。こんなに初めてじゃない？こんな湿度アメリカで。ほんまや。ちょっとお肌を潤しとかなあかんね。こんな感じで。すごい。ああいいな。ごちそうさまでした。風に押される。さあこれを登っていったらどんなことがあるのでしょうか。流れていってんねや。黄色い川が。おー、何も見えねえ。蓋をなくしてしまって。
蒸気がこっから入ったらやばいな。大丈夫かな。塞いどかないとやばい。塞いどかないとやばい。しかし景色は素晴らしい。ガイザー、エクセルシオアガイザーっていうの、ここはすーげー、なんか水色っていうか白いね。うん、すごい白に近い水色、手前綺麗な色。いやもう奥しか映れ。綺麗なんやけど、黙々しか映れへんな。めちゃくちゃ透き通ってる。超クリアな温泉。超クリア。お。ほらほら。クリアな感じが見えたり見えなかったり、やばいな、めっちゃ綺麗やわ。いいなあ。こんな綺麗な温泉ある？お、フン。獣のフンかな。バッファローじゃなくて、あれや、何やったっけ。バイソンや。バイソンがここまで来はんのかね。熱ってなれへんのかな。ブリエドアルベアリベビリーズ生まれた生き物たち。ああ、buried、alive。 生まれた生き物たちね。マイクローブ。まあ、長い歴史の中でいろんなものが生まれていったんですね。風、あっちも綺麗な。これは綺麗や。
ほら超ブルー。でこっちはね、ナイアガラのように枯れたナイアガラのようにちょろちょろ流れてる。いやー綺麗な青やわ。ここが結構最近やん。そうだよね、確かに1880年代、つまり140年ぐらい前。140年ぐらいのもんなんや。ちょこちょこ形を変えてんねんな。ナイアガラフォールズみたい。全然広角のレンズと映り方が違う。なんか黄色いのが、何ですかこれ？ポリウレタン？ロウ？硫黄の塊？なんだろうね、でもそんなに硫黄臭くないね、ここ。うん。でもなんだろう、なんか若干でも、卵っぽい匂いがした。だし巻き卵みたいな。すげえ、ヨガアーティストがおらん、ここに。アーティストなの。
ね、ヨガアーティスト大変やな、あんなとこでヨガせなあかんとか。したい気になるようになってないと。あのハゲのおじいちゃんに指示されてんねんな。さあ、今日はここでヨガるんだ。ヨガるって言うの。なかなかのじいちゃんじゃない？じいちゃんの方。親子かな？孫かな？逆に指示されてるんじゃない？ほんまや。おじいちゃん付き合い、おじいちゃん付き合わされてんねんな。じいちゃん違うよ、こっちだって言ってんじゃん。ほんと使えないじじいねとか言ってんのかな。ひどい娘やな。妄想が膨らむね。